私どもにご相談いただきます内容で、年金に関することでですね、法人の理事の、報酬と年金受け取りに関する、相談というようなことも結構多いですね。法人の理事ですから、株式会社とかではなくて、例えば、医療法人とかそういうところですよね。理事さん、役員さんですよね。いわゆる役員さんの役員報酬と年金の受け取りとの関係ということで、これは法人の種類によらずですね、法人であれば、社会保険、健康保険、厚生年金の適用上は特に差はありませんのでね、法人であれば、強制適用です。したがって、厚生年金に加入するような形で、法人の役員さんがね、働いておられて報酬を受けて、法人から報酬を受けておられますと、これは老齢厚生年金の受給権があったとしてもですね、実際は報酬との調整の仕組み、いわゆる在職老齢年金の対象になります。で、報酬の額が一定以上ですとね、年金が支給停止になるということで、お悩みの方が大変多いわけですよね。で、私どもで行っております役員報酬最適化という手法を活用すれば、一般の株式会社等と同じくですね、法人の役員さんの、年金がですね、必ずしも年収は下げなくても、受け取れるようになる方法があると、こういった情報をお伝えをしております。ただこの理事さん、法人の理事さんの場合ですね、例えば共同組合さんとかね、いろんなケースがあると思いますけども、ある法人からだけでなく、別の法人からもね、報酬を受けておられるようなケースも多いと思います。で、この場合は、理屈的には役員報酬最適化を活用して年金を受け取れたり、する効果は出るんですけれども、実務上ですね、対応が結構難しい、というのが実情です。ご相談いただければと思うんですけれどもね、ただ法人の理事さんが、報酬を受け取られる場合に、年金との調整の仕組みの対象になるというのはね、間違いがありません。そして、役員報酬最適化の、対象にもなり得るというのはね、間違いがありませんので、ご相談いただければと思います。